はい、皆さんこんばんは、こんにちは。今日はストリートファイター6のワールドツアーモードを始めていきます。では早速行ってみましょう。So I've been thinking about strength, man. Strength, might, the power to fight. Is it money, authority, a cool job, a ton of likes? Okay, okay. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars.And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just got to get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. ようこそ。バックラーセキュリティサービスへ。担当教官のルークだ。基礎トレーニングコースだな。じゃ、まずは身体測定だ。ここから自分のアバターを作っていくんですね。手足の長さ、体の大きさは戦い方に関わってくるから、よく確認してくれよ。あ、体型が大事なんですね。どちらでも運動能力に差はないぜ。まず体型で男性か女性かをざっくり決めると、で、さらに性別を男性女性不明から選択。体型は女性でも男性という性別を選択することも可能。今時ですね。手っ取り早く済ましちまうか。ま、細かいことは後で考えてもいいですね。続いて顔の設定ですね。まあ、こんな感じでプリセットから選ぶということもできますし、ランダムで決めることもできるようですね。これはもう優勝確定だわ。かなりやばいよ。自分の顔って改めてじっくり見たら、こんなとこにほくろあったっけとか思わない？いや、ちょっと見たくないな。とにかく細かい設定がかなりね、たくさんあって自分好みにできそうなので、ここから頑張ってなんとか可愛く作っていきたいと思います。よし、顔写真も撮らせてもらおうかな。まあこんな感じかなと。そうそう、 ID の写真っていい顔で撮るの難しいよな。俺もこれがマイキャラになります。いい顔に撮れてるじゃないか。さ
さて、これにて基礎トレーニングコースの受付は済んだ。改めて担当教官のルークだ。よろしくな。なわけで早速始めるか。まずは基礎の基礎からだ。まあチュートリアルは飛ばしちゃっていいかな。あ、簡単なところはいいから戦ってみたい。操作方法の初期設定はモダンなんですね。まずはルークに近づく。これは楽勝ですね。うん、そうそう。で次が3回飛び越えよう。よいしょ、あ、よいしょ。1回、2回で、おっと、殴ってみちゃったよと。はい、3回、 OK。 3回しゃがんでみよう。OK、 なんだ、ちょっとうまく回数がカウントされなかった。5回ヒット。普通に攻撃すればいいんだね。せーの、よっと、よっしゃー。必殺技。まあ、といってもモダンなんでね、出し方は簡単ですね。モダンだとボタン1個で出たりする。うん、オッケー。やるな。3回投げてみよう。2回、そしてラストを3回と。 OK っすね。やるな。OK、 これにて基礎はおしまい。地味でつまらなかった。だろうな。基礎ってのはそういうもんだ。簡単で退屈だけど、求める強さが高ければ高いほど足元がしっかりしてないとたどり着けない。わかるだろ教官。そういうのじゃなくて、俺たちが教えてほしいのは、誰だこいつ、いきなりバトルか。いた。まあ楽勝っすね、最初だしね。いきなり飛びかかってくるやつがあるかよ。でも教官、俺が教わりたいのはこういう実践的なやつなんだよ。お前もそうじゃないのかなあ。なあ、そうだ、こいつはボッシュ、同じコースの練習生だ。
二人とも俺の教え子で同期ってやったな。仲良くやってくれよ。教官、俺たち強くなりたくてここへ来たんだ。二人が強さを求めていったら、その果てでどちらが強いのか決着をつけないといけなくなるかもしれない。そうなるかもしれないなら仲良くなんてしない方がいいんじゃないか。ああ、そうだな、ボシュ。それは難しい問題だ。強さとは何か、そいつを突き詰めようとするといずれそういう問題にぶち当たることもあるけどな。その悩みはまだ早い。今は二人とも俺の可愛い教え子だからな。この先生の教えを聞いて一緒にトレーニングに励めばいい。そういうことさ。よし、じゃあ次のトレーニングに進むか。実践的なのがいいんだよな。実践ってのもいろいろだが、この町で始めるなら。ストリートからだ。ここからは街の中を自由に歩いてお話を進める感じになるのかな。アプリに何か届いたみたいですね。お、ルークから来てますね、メッセージ。ミッションアプリに従って進めてくれということっすね。ミッションアプリ、あ、あれか。何？うん。どこに行くのも自由だということで。まずはアリスという人に会ってくれみたいなことっすね。お、あの人がアリスかな？おい。じゃあ行ってみましょう。